今回は東京都墨田区にあります大道芸術館に入っていきます。大道芸術館を手掛けるのは都築恭一さんで、入場料は3000円で入ることができます。大道芸術館は老舗料亭を改装し、昭和の大衆文化を現代アートとして捉えたコンセプト美術館です。よかったらサブチャンネルの登録と Twitter、インスタのフォローお願いします。案内しております。階段脇にある QR コードは各階にございまして、読み込んでいただくと都築氏による作品紹介がご覧いただけます。お楽しみに。戸田にも伊沢温泉にもできて、大道芸術館へようこそ。名ばかりではなく貸し切りをしていただくことも可能です。貸し切りをしていただくと、港横浜。
ください。